国鉄滝15,800系貨車は、1969年から製作されたエチレングリコール専用の35トン積貨車である。私有貨車として製作され、日本国有鉄道に車席編入された。1987年4月の国鉄分割民営化後は、日本貨物鉄道に車席を承継された。本形式と同一の専用種別である。 タキ6600系、タキ16600型についても本項目で解説する。タキ15800型は、1969年7月28日から1971年12月16日に、かけて19両が、日立製作所、日本車両製造、三菱重工業にて製作された。 1983年5月16日から同年10月13日にかけてに、富士流工業にて多岐4万5千型より5両が、改造の上元形式に編入された。以上合計11ロット24両が運用された。記号番号表記は、特殊表記符号、高前知事、小滝と表記する。本形式の他にエチレングリコールを専用種別とする形式には、 多岐6600系、多岐11600系、多岐16600系の3形式が存在した。1979年10月より化製品、分類番号、93が表記された。落成当時の所有者は、日本石油輸送、三井物産、日本触媒化学工業の3社であった。 日本触媒化学工業が日本触媒へと社名変更があったものの、全社が生涯所有者が変わることはなかった。キセナシドームなしのタンク車であり、二役方式は液入管からの上入れ、都室管からの下出し式である。都色は黒色または銀色であり、全長は 1300mm、全幅は 2588mm、 全高は3 8 2 5ト、mm、ル、台車中心間距離は7 6 0 0、mm、トル、自用席は32.1立方メートル、地上は15.1トン、換算量数は、積車5.0、空車1.6、最高運転速度は時速7 5トル、台車は12トン車軸を使用した TR41C である。2008年度に最後まで在籍した2両が、 廃車になり、同時に、形式消滅となった。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。多岐6600型は、1958年2月8日から1970年10月6日に、かけて39両が、三菱重工業、富士重工業、日本車両製造、富士車両にて製作された30トン席、エチレングリコール専用車である。 記号番号表記は、特殊表記符号、高前知事、小滝と表記する。落成当時の所有者は、東洋霊園、日本職場化学工業、三菱床、三井物産、秘蔵床工業の5社であった。1961年3月24日に、東洋霊園所有者のうち4両が、三井物産へ、名義変更された。 その後1991年7月には三井物産、所有者のうち三両が日本石油輸送へ名義変更された。また1996年1月には三菱床所有者が関西化成品輸送へ名義変更された。1979年10月より化成品分類番号93が表記された。タンク帯はドーム付き、ドームなしの2種類が存在した。 二役方式は、液入管からの上入れ、都市管からの下出し式である。1987年4月の国鉄分割民営化時には37両が JR 貨物に継承されたが、徐々に廃車となり、最後まで在籍した5両が2007年10月に廃車となり、同時に形式消滅となった。 一両は廃車後解体されず、水滝管区構内に留置していましたが、2015年頃に解体された。各年度による製造会社と、両数、所有者は次の通りである。滝16,600型は、1969年11月7日から、同年11月21日にかけて3両が、三菱重工業にて製作された35トン石。 エチレングリコール専用車である。記号番号表記は、特殊表記符号、公前置し小滝と表記する。落成当時の所有者は、日本触媒化学工業の一社のみであり、常備駅は、神奈川臨海鉄道浮島線の浮島町駅で、あったが、その後神奈川臨海鉄道千鳥線の千鳥町駅に、移動になった。その後同社の増備車は、 タキ15,800型へと移行した。1979年10月より化製品分類番号93が表記された。木瀬なしームなしのタンク体材質はタキ15,800系のステンレス鋼に対して普通鋼であり、内面に2ミリメートル厚のステンレス鋼がライニングされた。二役方式は液入管からの上入れ、突出管からの下出し式である。 塗色は黒色であり、全長は1万1300ミ、mm、リメートル、全幅は2520ミ、mm、リメートル、全高は3757ミ、mm、リメートル、台車中心間距離は7200ミ、mm、リメートル、事業席は31.2立方メートル、地上は17.3トン、換算量数は、積車5.0、空車1.8、最高運転速度は、 時速 75km、台車は12トン車軸を使用した TR-41C である。1997年7月に全車一斉に廃車となり、同時に形式消滅となった。国鉄滝6600経過車に関するカテゴリー、国鉄滝16600経過車に関するカテゴリー、ありがとうございます。